春の訪れを告げる阿蘇の火祭りが始まり、平成25年3月9日に大ひもじ焼きが行われました。メイン会場となった阿蘇市小里の花遊びでは、午後2時から様々な出店が立ち並び、ステージイベントが開催されました。主催者挨拶では、佐藤義興阿蘇市長が、たくさんの方に来ていただきありがとうございます、今日一日楽しんでくださいと挨拶をしました。その後、中江岩戸神楽保存会による神楽芝引きがあり、観客は演者との引き合いを楽しみました。郷土芸能のオクラの虎舞では、見物となる三段継ぎ舞で頑張ろう阿蘇の垂れ幕が掲げられ、会場から大きな拍手が送られました。夕方、ひもじ焼きがある王城岳の中腹では火入れの安全祈願祭が行われ、点火の時を待ちます。午後6時半、メイン会場の市長のカウントダウンとともに、王城岳、本塚の2カ所で一斉に点火されました。炎は山肌を走り、王城岳と本塚それぞれに大小の2つの火の文字が浮かび上がりました。場所によっては、王城岳の縦横350メートルと本塚の縦横90メートルの火の文字が縦に重なり、炎の文字となって夜空を焦がします。ステージでは修学館高校による力強い和太鼓が披露され、会場は勇壮な響きに包まれました。また、会場近くの遊水地では400発の花火も打ち上げられ、観光客はひもじと花火の火の共演を楽しんでいました。3月19日には阿蘇神社で茅の束に火をつけて振り回す火振り神事が開催されます。